プリケの芸術家宮脇彩子さんはごく平凡な主婦でした。夫は洋画家、子供が3人、妻として母親として家の雑用に追われる毎日でした。時があっという間に通り過ぎていきました。やがて戦争が終わり、空襲で防空壕に逃げ込んだりしていた時間がぽっかり空きました。その時こう思